ハレルヤ、アメン。こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。アメン。こんばんは、ハレルヤ。皆さんお元気でしょうか。今日も心から笑いに来ました。アメン。アメン。ナユさん、ハレルヤ、アメン。今日も見学しに来ました。キリシオさん、ハレルヤ、アメン。声おかしい？なんかおかしいでしょうか。声がおかしい。はい。今日も大好きな神様の話を聞きに来ました。はい、今日は月曜日です。今日も天国大学の授業を受けに来ました。私たちはイエス様の弟子ですが、ナユさん風邪ひいてないです。体調いいです。アメン。私たちはイエス様の弟子です。イエス様の弟子です。で、イエス様の弟子は、ね、まあ、ある意味で学生と言ってもいいでしょう。私たちはイエス様から学びます。真理を学びます。神様の知識、神様の教えを学びます。皆さん、私たちは、ね、この素晴らしい真理を学んでるんです。素晴らしい真理を学んでいます。そして、真理を学べば学ぶほど私たちは自由になるのです。解放されるのです。イエス様はお師匠であり教授です。アメン。イエス様は師匠であり教授です。アメン。アメン。先生は、一人だけですね。先生はただ一人です。そのこと書いてあるのが。マタイの22章を見ますとですね、マタイ23章。マタイ23章にこう書いてあります。23の8。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。教師はただ一人しかなく、イエス様ですね。イエス様が、教師です。イエス様が教師です。あなた方の師はただ一人、キリストだからですとありますね。イエス様が先生です。イエス様が私たちのただ一人の先生です。ただ一人の先生です。私たちは兄弟です。私たちは兄弟です。教師はただ一人、先生はただ一人、イエス様だけです。イエス様だけが先生です。アメン。アメン。はい、それでは今日のタイトルいきましょう。去年ですね、Life for、いや、ごめんなさい、March for Life という中絶反対の、そのマーチがありました。中継、そのライブの生放送したんですけど、今年はないかなと思ってたらやはりありましたね。今年もありました。で、このちょっとこの放送の画面のですね、こっちで放送の画面のこっちに、ちゃんと下の方にですね、URL が出てますから、皆さんその URL を見ればその情報がわかると思うんですが、
チラシも来たので、ちょっと、チラシ、出てない？下の方ですよ、下の方。この、詳細のとこね。詳細のとこに、あの、Facebook があるでしょ、Facebook。あの、ずっと下ですよ、ずっと下の方に。詳細のとこに。Facebook が、そう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 、それですね。そうそうそう。で、チラシはこれですね。チラシこれです。これで見えないかな。これチラシね。7月12日の、午後3時半が坂本町公園集合。4時に国会目指して出発ですね。はい、去年やりましたね。マーチフォアライフと。マーチフォアライフ。マーチフォアライフですね。で、裏面にはこう書いてますね。裏面ですね。裏面で、まず、笑顔で歩く。笑顔で歩く。大声を上げない。それから、持つならセンスの良いボードという、ね、この場所はここですね。ちょっと見えないね、よくね。メトロ東西線の、東西線の茅場町日本橋駅か茅場町から坂本町公園ですね。坂本町公園。はい、皆さん分かりましたでしょうか。坂本町公園集合。そしてあのあれですね、日比谷公園で終わりかな。日比谷公園まで歩くという。はい、はい、あの Facebook の方にですね、あの情報があるので、そっちの方で分かると思います。でもちろんおまりさんがですね、こう守ってくれますね。LTL からの参加者はまだ分かりません、ね、LTL からは去年は私入れて4人いましたね。4人ね。今年は誰が参加してくれるか分かりませんが、はい、ピーちゃん牧師じゃないですよ。ピーちゃん牧師じゃないです。はい、パロさんがピーちゃん牧師かな。パロさんがピーちゃん牧師で、結局ですね、こういうのね、こういうのを持ってあの歩いたり、君が好きだからこういろんなうちわがこうあるんですけどね、まあ、こういうのを持ちながらこう歩くわけですね。まあ、これ小さな命を守る会ってあるんですけど、これもまあこれは もっと歩かないんですけど、こういうのもあります。小さな命を守り助けます、小さな命を守る会という、はい、まあそういうわけで、東京の近くの方ね、まあ、遠くからでもいいんですよ。遠くからでもね、参加したい、 ありがとうございます、広告ありがとう。遠くからでもね、参加したいという方はぜひぜひ来てください、ね、大歓迎ですからね。一緒に、まあ、この間あったマーチフォアジーザスも兼ねてっていうか、もうイエス様のためにマーチをするのも兼ねてね、ただ中絶反対じゃなくてね、まあ、イエス様のゆえに、イエス様のゆえに、まあ、中絶反対ということで、
ぱり信仰が土台なんですね。信仰が土台です。ぜひ皆さん、参加してください。まあどうしても参加できないときはネットで、ライブ中継しますので、放送を見ていただいても結構ですがね。はい。産んだ後に育児放棄してる親たくさんいますよ、Qちゃん。いや、殺すよりいいと思いますよ。殺すよりもね。殺したら、殺したらですね、良くないです。それじゃあですね、テストいきましょうね。ひだまりさん、ハレリア。ひだまりさん、ハレリア。それじゃあですね、どういうふうにテストしましょうかね。まあもちろん誰でもね、地熱が良くないって誰でも思うと思うんですね。地熱いいやっていう人はいないと思うんですよ。仕方なくという場合が多いと思うんですね。ですから私たちはですね、その地熱した人を責める気はありませんね。本当に苦しんでるのはむしろ中絶した女性たちの方が苦しんでいて、責められたら本当にもっとかわいそうだと思うんですね。ですから、私たちはその中絶した人を責めるつもりではありません。しかしその中絶を防ぎたいというか、それは、その胎児ね、胎児が、その死んでしまうのは良くないんだよ。それは、その中絶することによって、ね、女性自身が、ね、一生苦しむんだよということで、その中絶が、ね、その今まあなんて言うんでしょうかね。子供ができちゃったら困るということで、子供ができちゃ困るということで中絶をしてしまうわけですけど、その中絶、子供ができる、まあ、なんていうかな、妊娠する、ね、理由はやっぱり不妊行とかね、不妊行が多いです。もちろん結婚して中絶する人もいますね。夫婦でもう子供を産めないということで中絶する人もいるんですけど、それもですね、その経済的というかもしれませんが、しかし、私の経験ですとですね、私9人子供がいますから、私の経験だと神様が育ててくれるので、ね、お金がなくても大丈夫なんですね。お金がなくても大丈夫です。そして子供がいたら教育費がないというかもしれませんね。皆さん、教育費がないから殺しちゃうっていうのは変だと思いませんか。教育をさせなければダメってことはないんですね。私の子供たちはもうね、学校行ってませんからね。小学校中学校行ってませんから、それでもちゃんと教育はできるんですね。ちゃんと教育はできます。私はですね、今から何年前でしょうかね、今から27年前ですかね、27年前長女がですね、まあ、公立学校行ってたんですけど、小学校2年生でしたけど、小学校3年生からもう学校行かせなくしたんですね。しかし私はもう28年前ですけど、まあ、9人の子供たちを見てですね、本当に行かせなくてよかったと本当に思いますね。まあ、本人たちは分かりませんけど、本人たちは行きたい子もいたかもしれませんけど、しかし霊的にやっぱりその悪霊学校に行かせなくてよかったと思うんですね。悪霊学校に行かせなくてよかった。今教育現場は非常に悪くなってますね。教育現場悪くなってますから、
本当に、今の子供たち見てですね、教育公立学校行かせなくてよかったと思っています。そして今生徒一人ですけど、まあ、チャーチスクールもやっています。で、チャーチスクールのね、その子供たちを見るとやはり公立学校ね、公立学校蹴ってチャーチスクール来るとかなり勇気いると思うんですよね。まあ、たった一人しかいない学校に来るってものすごい勇気いるんですけど、でも非常に楽しくですね、もう勉強もよくできるし、勉強もよくできるし、そしてなんて言うんでしょうかね、まあ本当に、神様の愛でっていうか、神様の祝福の中で勉強できて、すごく、ね、いい勉強ができてると思いますね。いい勉強ができたと思います。まあそういうわけでですね、皆さん、教育っていうのはですね、神様抜きではありえない、イエス様抜きの教育っていうのはありえない。扇風機じゃなくて、これでこうやっております。扇風機じゃなくて、はい、そういうわけでですね、その中絶問題というのはですね、単なる中絶問題じゃなくて、その不貧困の問題とか教育問題とか、いろんな問題を巻き込んでいますね。いろんな問題を巻き込んでいます。とてもですね、こうなんていうかな、信仰のその信仰の大事な部分をですね、この浮き彫りにしてるんではないかなと思うんですね。まずですね、その中絶問題の一つのポイントは生命感ですね。生命感で、人間の命がどれほど尊いか、ね、人間の命がどれほど尊いかということなんですけど、進化論で言うとですね、進化論で言うと、人間の命はあんまり尊くないんですよ。たまたま進化してたまたま存在するみたいな。進化論だと生命の価値観が非常に弱い、低い。しかし私たちはですね、高い生命感を持っています。それはなぜ高い生命感を持っているかというと、神様がものすごい価値のあるお方ですね。神様がすごい価値があるお方、その神様に似せて作られた人間も価値があると考えるわけですね。神様がものすごい価値がある、神様に似せて作られた人間も価値がある、つまりクリスチャンの価値観、生命観というのは、人間の命はとてもとても大事だと考える、ね、とてもとても大事。誰かがですね、俺はダメ人間だ、俺はダメな人間だっていう人もいます。しかし私たちはそういう人たちに向かってですね、とんでもない、あなたはとても価値がありますよ、あなたはすごい価値がありますよ、ね、ものすごい価値があるんですよって言いたいんです。皆さん、リスナーの人たち、みんなそうですよ。皆さん喜んでください。皆さん一人一人はものすごい価値があるんですね。ものすごい価値が、神様がものすごい価値のあるお方で、その神様に似せて作られた皆さんもものすごい価値がある。そして、まあ胎児ですね、胎児、まあ、不妊症によってできちゃったかもしれない、できちゃった結婚じゃないけど、できちゃった赤ちゃんかもしれません。そのできちゃった赤ちゃんだとしても、ものすごい価値があるんです。ものすごい価値、ね、まだちっちゃくて、ね、赤ちゃん、ね、まだ、まあ、ちっちゃくたってちゃんと手とか足あるんですよ。ちゃんと手とか足あるんですよ。で、そういうちっちゃな赤ちゃんでも、ね、一人の人間なんですよ。一人の人間、ちっちゃいから人間じゃないとか、ちっちゃいからね、
その殺してもいいとかそういうことじゃないんです。ちっちゃくても大きくても人間は人間ですよ、ね、ですからそのむしろちっちゃいからこそ、ちっちゃいからこそ守ってあげなきゃいけない。皆さん、あの、ね、例えば幼稚園の子とか小学生とかちっちゃい子を守るでしょ。ちっちゃい子供たちは弱いから守るじゃないですか。大事にしますよね、赤ちゃん。この間ネパールの大地震の時にね、その自分の子供を守るために子供をこうやって覆うような形でお母さんがこうね、あの子供を守ってお母さんが死んだという話あったじゃないですか。そのお母さんにとっては自分を犠牲にしても、その自分を犠牲にしても小さな子供を守る、これが母性愛であり、まあ、本来の親の愛ですよね。親の愛であり、また普通の、他人の子供だって同じですね。他人の子供だって子供は大事でしょう。だとすれば、ね、そのお腹の中の赤ちゃんだってもっと小さいんですから、もっと大事にしなきゃいけないんじゃないかということですね。もっと大事にしなきゃいけないということですね。はい、つまり私たちにとってはね、お腹の中の赤ちゃんはとてもとても大事だという、うん、そういう価値観です。だから場合によってはですね、レイプしてできた子供でさえ殺してはいけないと考えるんですね。レイプでできた子供も殺してはいけない。なぜかというと、そのレイプの犯人とは直接関係ないんですね。赤ちゃんは赤ちゃんです。ね、レイプでできた子供だから殺していいなんてことはないんです。そうでしょ皆さん。その赤ちゃんは赤ちゃんでしょ。赤ちゃんは直接その犯人と関係ないわけじゃないですか。だから、ね、レイプでできても中絶はダメなんですよ。それはね、その女性にとっては辛いかもしれませんね。その赤ちゃん辛いかもしれません。だけどその女性の子供でもあるわけですね。その子供の、その女性の子供でもあるんです。はい、皆さん、そういうわけでですね、この中絶問題というのは非常に深くてね、本当に、人間のそのなんて言うでしょうかね、根本的な考え方をですね、本当にこう考えさせられるようなテーマでもあるわけですね。そして、皆さん、その、まあ、多くの人はあの不貧困しますね。婚前交渉、不貧困で本来ですね、まあ、セックスしたら当然妊娠する可能性があるわけでしょ。妊娠する可能性がある。で、避妊をするわけですよ。子供ができちゃいけないという、ね。だけど、そもそも、キリスト教的に言うと、まあ、夫婦以外ではセックスしちゃいけないんですよ。夫婦以外ではセックスをしてはいけない。で、避妊するからいいわけではない。ね、避妊したとしても、結婚外ではセックスしちゃいけません。ね、セックスってのはそもそも子供ができるということの神様が考えられたことです。だからその多くの人たちは、ね、その独身なのにセックスに関心があったり、独身なのに性的に関心があるということ自体がそもそも、間違いなんですね。ですからその多くの人たちは性欲の虜になっていますね。性欲の虜になっています。そもそもね、そのセックスっていうのは本来は良いものであり、本来は清いものなんですね。夫婦のセックスっていうのはそもそも神様が定めたことで、本来は清いものです。しかしその悪魔の心が入ってですね、その本来清いものを汚している、これが
公職であり、これが不貧困であり、これがですね AV なんですね。 AV なんです。だから皆さんぜひ気がついてください。皆さんがもし性欲の虜ならば、それはもう汚れているんだよということですね。それは悪魔によって騙されて汚れてしまっている、それは悪霊的なんだということですね。悪霊的。そしてね、まあ避妊が失敗して妊娠しちゃう、妊娠しちゃったから中絶する、結局はですね、不貧困の罪が殺人の罪に変わっていくわけです。イエス様がおっしゃりたいのは、あなたはね、殺人を犯してまで、ね、殺人を犯してまでその不貧困の罪を、認めないのですか。本当に不貧困の罪を認めるならば、殺人という罪を犯さないということですね。殺人してまでも、殺人してまでもあなたは不貧困をしたいのですか。自分の子供を殺してまで、自分の子供を殺してまであなたは、ね、セックスをしたいのですか。不貧困をしたいのですか。皆さん気づいてください。それは、正しくないのです、ね、正しくないのです、純潔が大事なのですね。純潔が大事なのです。不貧困の結果自分の子供を殺すという、不貧困の結果自分の子供を殺すというとんでもないことをしているんだということに気づきましょう。命は素晴らしいのです。人間の命は尊いのです。その尊い命を守ることが正しい考え方であり、その小さな命を愛することが正しい考え方なんです。自分の性欲のために、ね、人を犠牲にする、自分の性欲のために小さな子供を犠牲にする。皆さん、世の中間違ってると思いませんか。世の中間違ってると思いませんか。多くの人たちがですね、多くの人たちがその間違った考え方で生きています、ね、間違った考え方、間違った生命観、間違った、価値観、ね、それで生きていますね。間違った生命観、間違った価値観、多くの人たちは、そういう欲望の虜、欲望の虜のゆえに結局は、子供を殺していくわけですね。欲が人を殺すみたいな、欲が自分の子供を殺すみたいな、そういうことですね。ですね、木曜日のコメントでちょっと読んでないのがあって、ちょっと今読みたいと思います。キューちゃんこんばんは。今日も愛を学べることをイエス様に感謝します。自爆テロは誰一人救われない最も残酷で卑怯な方法だと思います。日本が右傾化すれば人命を軽視する国家になってしまいます。自衛隊は日本を守るために必要だとリスナーはコメントしていますが、人殺しの訓練をし他国を武力で脅かす存在の組織は憲法9条を持つ日本にとってマイナスではないでしょうか。日本は憲法を守るために無防備国家宣言を世界へ発信し、多くの人に平和を作るのは武力をなくすことで愛を広めることだと証明すべきだと思いました。アメン。これは木曜日のコメントだったんですけど、まあ、結局憲法9条もその生命観の問題と言えるでしょう。結局戦争っていうのは人の命を殺すということですね。
その憲法9条も結局人の命が大事だから、人の命が大事だから戦争するべきではない、人の命が大事だからね、その軍隊を持つべきではないと、やっぱりその生命感がとても大事です、ね、自分の国の人間の命も他国の国の人間の命も同じだよって考えるべきですね、自分の国の命を守るために、人の国の命を、ね、殺していいということではないんだということですね、そういう生命感というのはとても大事だと思いますね。生命感、はい、私はあの私の兄弟3人なんですけど、私は末っ子で、実は私の母は私を中絶しようと考えていたそうですね。もう3人目だから、ね、もういらないということで、私は中絶を、おばによって勧められて、私の母は私を中絶しようとしていました。しかし父がですね、それを知ってですね、やめさせました。まあ、父のおかげで生まれてきたんですね。ですからあの私自身、中絶されなくてよかった。もし中絶されてたら今こうやって放送できません、ね、こうやって生まれてきたので中絶反対の放送ができますね。中絶反対の放送ができます。そしてもう一つはですね、あの皆さんもご存知ように、私も若い時にですね、ある女性の中絶を、まあ、許してしまったということがあります。まあ、そのことで私は本当に罪というものがよく見えてきました。中絶っていうのは結局はですね、人間の罪というものを浮き彫りにするのではないでしょうか。自分の子供を殺す、自分の子供を殺すという罪、これはとても大きな罪だと思います。でも皆さんの中でですね、中絶をした方、また中絶をさせた方もいらっしゃると思うんですが、その罪を背負ったままで生きないでください。イエス・キリストを信じれば、イエス・キリストを信じればその罪が許されます。その罪が許されます。ぜひ、皆さんそういう中絶に関わる変わった方がいらっしゃるならば、ぜひ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 そのイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて罪が許されてください。私も許されて、もう本当に解放されました。私も許されて解放されました。皆さんも、イエス様を信じて、ね、解放されてください。許されてください、ね、罪を持ったまま生きないでください。そしてもしこれからプロライファーになってください。プロライファー、あのプロチョイスとプロライフという言葉がありましてね、プロライフは、まあ、中絶反対という意味なんですね。でプロチョイスはあのその中絶賛成という意味なんです。でプロライファーっていうのは中絶反対者、中絶反対者ということで、皆さんプロライファーになってください。プロライファーになってください、プロライファーになってください。そしてですね、そのプロチョイスの考え方は、女性がですね、あの産む産まないの権利があるということなんですね。女性がその自分の、まあ、胎児をですね、産む産まないの権利があるという考え方です。そしてプロライフの考え方は、あの女性の権利よりも、女性の権利よりも胎児の生存権の方が優先だと考えるんですね。胎児の生存権の方が優先だという考え方です。でプロチョイスの考え方は、胎児の胎児のですね、生存権よりも女性の産む産まない権利の方が
優先だという考え方ですね。もちろん私は生存権の方が上だと思いますね。生存権、生きる権利ですね。生きる権利が上だと思います。はい、それでは証しタイム行きましょう。証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人間の命は尊いんだということが分かった証し。イエス様を信じて、胎児を守んなきゃいけないということが分かった証し。イエス様を信じて、敵でさえも敵の命も大事だということが分かった証し。他国の人間の命も大事だということが分かった証し。スタートスタートスタート。この放送で母が手術をやめて可愛い弟ができた。レイプでできた子供にも生存権があるんだと分かった。キューちゃんと一緒にデモに参加したい。中絶大国日本が変わるように祈った。イエス様の教えに従おうと思った。祈りで出産できました。命の大切さを思い知りました。経験ありますが今は悔い改めてます。すべての胎児に生まれてきてほしいです。命は大切です。あたい二度と中絶しないよ。レイプされても子供を産むべきだと思います。進行したらセックスをしないように思いました。胎児も生きている友達なんだ。中絶を禁止すべきだ。すべての命が愛されていることを知りました。命を軽く見ていた。めっちゃ大事だ。イエス様のように清く生きたいと思いました。もう AV やめました。中絶されずにキューちゃんが生まれてきてよかった。イエス様を信じたら性欲がなくなりました。聖書を読んでいたら汚い心が消えていきました。この放送で命を大切さを学んだ。旧日本軍はレイパーだと思いました。十字架を見せてください。私もマジで中絶される日、生まれてきたことを神様に感謝したい。水子供養は偶像崇拝だと分かった。地球に生まれてよかった。正しい家族契約やめました。中絶ゼロは可能だと思います。イエス様からいただいた命は大切だと思った。命は希望だと思いました。
我々は地球人だと思う。命は平等です。コンドームを捨てました。すべての命を大切にしたいと思った。小さな命とともにイエス様がいると思った。従軍慰安婦の気持ちが分かった気がします。従軍慰安婦の気持ちが分かったと思います。産めば何とかなると分かった。産めば何とかなるとも分かった。イエス様が小さな命の味方だと分かる、だと思う。案ずるより産むが易しい。南京大虐殺の性犯罪を この世の学校では愛を教えてくれない。信仰結婚できるまで DT 守ります。中絶した友達にマーチを教えたいです。人間の愛では命が守れないと分かりました。 DT は尊いことなんだと思いました。私たちの本当のお父様はイエス様です。孤児院とかの仕事をいつかしてみたい。以前はセックスのことばかり考えていた。今はイエス様のことばかり考える。AV やめてこの放送を見ています。AV やめてこの放送を見ています。命に優しくなれました。命に優しくなれました。この放送で命の大切さを心に留めようと思いました。リバイバルが起こるまで祈りをやめない。リバイバルが起こるまで祈りをやめない。アメン。絶対絶対命を大切にするんだ。絶対絶対命を大切にするんだ。なんだか涙が止まりません。油注ぎです。涙が止まりません。油注ぎです。今まで命の大切さが分かってなかった。命ってこういうことなんだ。世界を包むイエス様の愛に感謝します。
セックスは清いものだと分かった。セックスは清いものだと分かった。この放送を見ることが人生の喜びです。人生の喜びです。清い行いを大事にしたいと思いました。イエス様の愛は胎児にも降り注いでいると感じました。人生に絶望していた。この放送で希望を持った。たくさんの命が救われることを祈ります。すべての子供に愛を与えるべきだと思った。すべての子供が愛されるべきです。すべての子供が愛されるべきです。すべての子供が神の愛で愛されるべきです。神様を思う喜びを知ることができました。愛されていることを知りました。愛されていることを知りました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。レイプされても子供を産みたいと思った。レイプされても子供を産みたいと思った。愛は平等だと思った。愛は平等だと思った。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。Q ちゃんの放送で愛の方程式が解けた。愛の方程式が解けた。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の放送で考えが変わった。今日の放送で考えが変わった。アメン。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。コメントが来てます。キューちゃんこんばんは。時々サボってますが放送を楽しみにしています。最近気づかされたことがあります。以前はキューちゃんの放送を見てもなんだまた同じことを言ってるから見なくてもいいや、もっと他の神学的な放送を YouTube で見た方が勉強になるもんなんて思うこともありました。ごめんなさいね。でもこの頃感じるのです。キューちゃんが霊的にとても大事なことを繰り返していることの重要性が、何週間何ヶ月何年か続けて視聴しているとある時パッと目から鱗が取れるのです。耳を塞いでいたのもいたものが取れて大事な話が魂にスッと入ってくるのです。それは突然来ます。そして心の中でキューちゃんの言っていることと聖書の箇所がスムーズにリンクされた瞬間に体が熱くなって涙が出ることがあります。これは油注ぎなんでしょうか。リスナーさんの中でQちゃんがいつも同じことを言ってると思う方はぜひ聖書を通読してみてください。
毎日のメッセージの重さに気づいたとき、きっと今まで悪いコメントを打ってたことが恥ずかしくなると思います。信仰は一日で持てる人もいれば何年もかかる人もいます。できればコメントを非表示にして、心を静かにして、メッセージを聞き続けてみてください。その方が悪いものに影響されることなく、真理が見えてきます。一日も早くリスナーさんが神様と和解できるようお祈りしています。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、そうですね。急に目から鱗ということありますよね。急に 目から鱗、急に真理がわかる、そういうことがあります。はい、もう一つ来てますね。キューちゃんこんばんは。以前はセックスがしたくて仕方なくデリを呼んだり風俗に行ったりしていました。しかしこの放送を見るようになって、イエス様を信じるようになって、もうデリや風俗や AV をやめることができました。コンドームなどの避妊具を使ってセックスをすれば間違い問題ないという人もいますが、それは間違っていることだとこの放送で知りました。はい、今日の放送を聞いて、キューちゃんが中絶によって命を落とさなくてよかった、本当によかったと思います。もし中絶が行われていたら、このような面白い放送が見れなくなっていたし、イエス様と出会う機会もなかったと思います。ナイフさんの洗礼屋敷はとても素晴らしかったです。自分もキューちゃんに会ったとき、川で洗礼を受けさせてもらいたいと思いました。あと昨日の礼拝ライブは和太鼓はなくて少し残念だったです。来週は和太鼓で祈りたいです。はいはい、それじゃあですね、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージですね。その命が大事だということの中で、ね、皆さん命がとても大事ならばですね、人間他の人をですね大事にすると思いませんか。もし命が大事なら、人をいじめなくなると思いませんか。もし命が大事だったら、パワハラがなくなると思いませんか。もし命が大事だったら暴力暴言がなくなると思いませんか。そうなんですよ皆さん、そうなんです。罪というのは、ね、他人の命が尊くないということですよね。他人の命が尊くないから悪いことをしてしまうんじゃないでしょうか。もし、隣人が本当に自分と同じように尊い命だということが、認識できれば、隣人を自分のように愛するんじゃないですか。目の前にいる人間が自分と同じように尊い、自分と同じように大事な人間だということを理解できれば、暴力なんか振るわないでしょ。暴言振るわないでしょ。皆さん分かりましたか。わかりましたか。人間の命はね、尊いのです。人間の命は尊いのです。価値が高いのです。もう傷つけてはいけないのです。傷つけてはいけないのです。大事にしなきゃいけないのです。隣の人の心を大事にしなきゃいけないのです。隣の人の思いを大事にしなきゃいけないのです。人間の命は尊いのです。人間の命は尊いのです。皆さん、イエス様が隣人を自分のように愛しなさいという意味は、まさにそういうことではないでしょうか。私たちは、誰でも尊いのです。誰でも尊いのです。敵でさえ尊いのです。自分を迫害する人の命も尊いのです。
隣の国の人たちも尊いのです。みんなが尊いのです。みんなが尊いのです。皆さん、人間の命は尊いのです。神の愛で愛し合うべきです。神の愛で愛し合うべきです。今日の放送を聞いて、命の尊さが分かった人、隣人も大事だということが分かった人、イエス様を信じて、イエス様を信じて、すべての人を愛したいと思う人、アーメンと言ってください。イエス様を信じて、すべての人を愛したい、すべての人が尊いと思いたい、すべての人を大事にしたいと思う人、アーメン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 。すべての人が大事だと思う人、思いたい人、アーメン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 。命の尊さ、涙が出てきました。リュウさん、アーメン、アーメン、こう言ってください。イエス様、人の命を大事にしなかったことを許してください。これからは隣人を大切に思いたいです。誰でも人の心を大事にしたいです。命を大事にしたいです。誰に対しても神の愛で愛したいです。そのようにさせてください。アーメン、アーメン。言いましたか、言いましたか。言った人は手を挙げてください。言った人は手を挙げてください。言った人は手を挙げてください。アメン、アメン。ひだまりさん、リュウさん、アメン、アメン、アメン。皆さん、それが神の国です。神の国です。神の国はすべての人が尊いのです。すべての人が尊いのです。すべての人が大切なのです。神様に似せて作られた存在、神様に似せて作られた存在、人間が尊いのです。人間が尊いのです。皆さん、皆さんは尊いのです。皆さんは尊いのです。皆さんは尊いのです。神様に似せて作られました。天皇と様、感謝します。1日日本で1000人ぐらいの赤ちゃんが殺されています。日本だけで1日1000人の赤ちゃんが殺されています。世界では何万人になると思います。イエス様、どうぞ赤ちゃんを守ってください。中絶が、減りますように。中絶が減って赤ちゃんが守られますように。イエス様、どうぞこのプロライフの働きがもっともっと広まって、世界中の中絶が減りますように。赤ちゃんが守られますように。命は尊い、命は尊い。生まれてきた私たちも以前は胎児だったんです。私たちも以前は胎児でした。しかし私たちは生まれてきました。イエス様、今、中絶が減りますように。多くの人たちの女性がその中絶をした重荷から解放されますように。イエス様を信じて、その中絶の苦しみから、中絶の罪から解放してください。許してください。多くの女性たち、多くの男性たちの罪を許してください。中絶をしなくなりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん、大きな声でアーメン、アーメン。大きな声でアーメン。はい、ありがとうございました。また明日の朝7時にお会いしましょう。皆さん、ありがとうございました。シャローム。マーチ出てくださいね。マーチ出てください。シャローム、シャローム、シャローム。